吉田さん、やってみなきゃわからないっていう言葉はありますけどもでもやってみたけどわからないっていうことの方が多いんじゃないかなって気がしますね <laughs> やってみなきゃわかんないのは当たり前だと思うんですよ、うん、でもやらずにわかるようにするのが、まあ、情報収集であり分析であり、まあ、解釈だと思うんですよねでも実際にやってみたけどわかんない結局 FX やってみましたアフィリエイトやってみました YouTube やってみましたでも稼げるようになりませんよくわかりません やってみたけども分かんないってけども分かるっていうのは最高なんですけどね、まあ、今回はですねあのー、やっぱ退くっていう言葉ですねこれをちょっと使ってみようかと思うんですよあの退く潔いが良いとかね諦めが肝心って言いますけどもはあ果たしてそうなんでしょうかね諦めが肝心とか潔いとかなんとか言いますけどもあの人生に練習はないし人生に 休憩もないんですよ、ね、うんで今日もねなんかその暇つぶしっていう言葉がポロッと入ってきてまたこの前の思い出したんですけどもすす暇なんててあるのって感じですよ、うん、私はね今結構暇なんですけどもこの暇を無駄には使いたくないなと思ってるんですよ無駄にはねだから暇つぶしなんて無駄の極ですよねどうせ無駄なことするんだったら自分にしかわからない有意義な無駄をしたいなと思いますよね でも客観的にも、うん、なんか、自分で認識する概念としても、暇つぶしをするっていうのは、俺はないんじゃないかなと思うんですようん。で、退くっていうのはどういうことかっていうと、死ぬ時だけですね、退くっていうのは。退いてしまって、もうゲームオーバー、もう二度とこの現代社会に戻ってこれませんっていう時だけが休憩であり、退く時であり、まあ、引退であり、隠居ですよね。 私は隠居ブランディングっていう立ち位置にいて、結局はやってるわけなんですよ。隠居って言って、まあ、あの、第一線でね、ガリガリやってるのとはちょっと違う形でやってますけども、でも、隠居してない人よりは、隠居の私の方がよくやってんじゃないかなと思いますよね。それは結果的にもそうだし、行動量もそうだし、あとね、暇を徹底的に使ってるかなと思うんですよ。うん、で、この前ね、あの、こんな話があったんですよ。 で久保さんは効率,効率よく稼いでるから余裕な時間でこういうことができるでしょうとかねうんいや待て待てと私は時給800円でやってるわけじゃないんで時給1万とか2万とか時には10万とかになってるわけですよそうなったら私の時間はすごく金銭的に貴重な価値を帯びてるんではないかなというふうな話をねちょっと柔らかくしたさせてもらったんですよ、うん で、私が1時間で1万円を生み出せるとしたら次の1時間も同じように使っていきたいんだけどもでもね最初の1時間で1万円稼いだから次の1時間っていうのは別に稼がなくてもいいじゃないですかっていうふうな思考ってのはまさにね安く見てるなと。逆に言うとですよ1時間800円で働いてる人が1時間を無駄にしても800円の損失ですけども、うん、1時間1万円を稼ぐ人が1万円1時間をね無駄に過ごしたら1万円の損失なわけですよ。 で、ちょっとパラドックスなんですけどももう稼がなくてもいい良くなった人が自分の時間を完全に自分のものとした時にその時間をね他者にに無償で使うことって非常にもったいないななと思うんですよもちろん余裕な時間が生まれたから世のため人のためにやりたいっていう思考なら構わないんですけどね、まあ、けどその人の人生とか人の時間っていうのはそう簡単にやり取りできるもんではないかなと。 思うんですよね自分のために使ってそして自分がよしとする人のために使ってそれで精一杯かなと、うん、やっぱりね余裕がないですよねで自分の尻に火がついた時だけ一生懸命やるそれが現実なのかなと思うんですよ。もちろんねもちろん見ず知らずの人のために親切にするそれができる人はすごいと思いますし誰しもね少しはそういうことすると思うんですよ。 でもやっぱり根底にあるのは「あなたの人生はまだ終わっていないでしょ」と「退くべき時」っていうのはまだ来てないでしょう。ね俺いつか本気出すみたいなね言葉がありますけどもあの本気じゃない時って別にいらないんじゃないかなと思うんですよそれこそ引退した時退いた時に本気を手放せばいい話でねでも本気じゃない人生ってまさにそれは人生じゃないのかなと思っちゃったりしますよね。 うん、まあそこまでガチガチに構えなくてもリラックスしていきましょうって話はありますけどもリラックスできる立場ならねいいんですけどもまだ笑ってる身分じゃないのかなというふうに私は思いますんで隠居という手を取りながら退くに至らずということで今回の動画まとめさせていただきますありがとうございました